おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットを使ってっていうのが長らくできていなかったんですが、ちょっとスクラッチと機械学習の、音声とマイクロビットを使って、声でマイクロビットを操作するようなプログラムのシリーズを始めたいと思います。始めるって言ってももう今日から年末の最後の週ですよねになりますが、今年も頑張って冬休み、今年は冬休み特集組めるかどうかちょっと微妙なんですが、いつも通り特集と言わず、もう月火水はマイクロビット、スクラッチ、機械学習、モックウィンドウはプラトーさんで、予定通り元旦も含めてやっていければなというふうに思っています。はい、ということで今日は久しぶりにマイクロビットを使おうと思ってるんですが、どういう枠組みでいくかっていうのは、まずティーチャブルマシーンとスクラッチなんですけど、まずはスクラッチさんですよね。でスクラッチさんはティーチャブルマシーン、機械学習と連動させるにはこの GitHub.io のスクラッチの3、これを使っていきます。と画面をちょっと久しぶりに URL 移しましょうか。 URL これですね普通のスクラッチじゃなくてスクラッチさん .github.io っていうこの URL のスクラッチを使います。でここの拡張機能を押してもらってティーチャブルマシーン、これですね、TM のとティーチャブルマシーンのスクラッチと連動するものですね。これを音声と使ってやりましょうと。結構いろんなことが3人ぐらいが連動して Google とやっているので、ちょっとこのサービスがずっと続くかっていうのは非常にちょっと心配しながら期待しています。でマイクロビットと連動させるのはこのマイクロビットモアっていうので V2.0.2.05 というこのバージョンに上がってますね。結構これ、エンガーラボさんが頻繁にというか確実にメンテナンスしながらバージョン上げてられるみたいです。まずは今日は使うブロックを全部入れて、これ入れると顔映っちゃうんですよね。でちょっと顔が映ってるのは映っててもいいんですが気になると思うので止めましょうか。止めるのはこれで下の方にあります。ビデオを切りにすると、画像を勉強させるときはこの画像をつけておかなきゃいけないんですが、音声でやろうと思ってるのでこれでピッと実行してもらうと顔が消えるということです。でちょっと殺風景なのでなんかこう背景を入れておいて、で、この辺程よいところに着地させておいて、デフォルトの位置をここにしときましょうと。こうしておけば実行すると必ず猫がここに来てくれると。でこのティーチャブルマシンのブロックはこうあって、音声のやつ使うんですが、まだ音声のプログラムも入れていないので、と今日はこれにまずマイクロビット連動させる、これを入れましょう。下の方に行くとノーマルなマイクロビットもないことはないと思います。普通のやつね。でこれよりこのエンカラボさんの方が充実しているのでこれを入れてなんかいろいろペアが組めない。マイクロビットつないではいるんですが、マイクロビットをスキャンしてますがマイクロビットが見つかりませんね。まずこれがインストールされていて Bluetooth が有効になっていることを確かめましょうっていうのでスクラッチリンクっていうのが必要です。このあたりもバージョンアップしてるかもしれないのでちょっと以前入れたスクラッチリンクこれなんですけど、これを起動させて、で、Bluetooth は Mac の場合、これで今オンになっているので、これでとりあえずここでスクラッチリンク動き出しているので、これでもう一度試す。
なんか久しぶりにやるとこんな感じで、お膳立てがうまくいっていないというのがいろいろ出てきます。で、こういう時はヘルプをして、多分エンガラボさんのこの辺りですよね、ここがちょっといろいろ変わっていると思うので、まずマイクロビットの、Mac 用のスクラッチリンク2.0.2っていうのに今なってますね。で、私の今動いているやつは、スクラッチリンクが動いている、アイコンも消えちゃいましたね。もう一回スクラッチリンク落ちちゃったのかな。動いてて、以前はここの並びに見えてたんですが、いろんなものが動いてて見えにくくなってるのかな。ちょっと待ってくださいね。他のでっかいウィンドウでは動いてますね。やっぱりここの並びにいろんなものがありすぎてちょっと潰れちゃってますが、スクラッチリンク1.4.03っていうのが入ってますね。だ、このスクラッチリンクも新しいやつをインストールし直さなきゃいけなさそうな感じですね。と、スクラッチリンクを一回止めて、この2.2.2のこれですかね。これを実行してインストール続ける。インストールで、私の機械のパスワードを入れてインストールをして、スクラッチリンクの最新版に今アップグレードしています。これでアップグレードできたので、スクラッチリンクを再起動して、ここにこんなマークは Mac の場合は出てきます。Windows の場合は下に緑のマークは出るんですが、これで2.2.0にはなっています。終わったのでゴミ箱に捨てましょう。はい。で、マイクロビットにもプログラム入れる必要があって、で、この hex ファイルですよね。これをマイクロビット、ここを選んで書き込んであげるといいと思います。今書き込みが始まっていて、で、これで一回またここ戻ってきましょうか。これでスクラッチリンクを新しくして、で、マイクロビット側にプログラムを書き込むと、あれですね、一番最初動かすと磁気の加速度センサーかなんかを合わせてほしいっていうのが出てますね。ちょっと待ってくださいね。はい。で、マイクロビット始めて、エンガラボさんのマイクロビットマークを書き込むと、こんな画面が起動時に表示されるので、この LED を、こう、ぐるぐる、LED っていうか、マイクロビット本体を回して、この LED のボツボツを全面真っ赤になるように、ぐるぐる回してあげる必要があります。はい、で、ニコちゃんマークになると、これで記号が出てるんですかね。これはマイクロビット特有の記号です。この状態でどうなんでしょう。この状態でもう一度試す。あ、すると、これでマイクロビット見えますね。これでペア完了で、これで接続されましたと出て、エディターに戻って、これのマイクロビットをチェックして、ここが緑チェックになると、これでスクラッチとマイクロビットがつながったということになります。はい。今日は久しぶりのマイクロビットの登場で、エンガーラボさんのマイクロビットモアを使う準備というところまでにさせてください。久しぶりにマイクロビット触ったので、いろんな準備が必要でした。皆さんも Windows 版であれば Windows 版で、
ソフトウェア、スクラッチリンクを入れて、で、マイクロビット本体にはマイクロビットモア専用のプログラムをマイクロビットに書き込んでという操作をして、まずこれでスクラッチさんとマイクロビットモアをつなげるというところ、ここの準備をよろしくお願いします。明日からは具体的なプログラムを、そうですね、音声で上とか言うと矢印が出るとか、なんかそんな風に画面に表示するようなプログラムを作っていければなというふうに思っています。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はスクラッチと機械学習とマイクロビットを連動させたプログラム、月火水は木金土ですね。木金土はメタバースをテーマにプラトという国土交通省さんのサイトで勉強しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。 Thank you.